い。さあ、クソゲーの始まりだ。はい、どうも皆さん、こんにちは、手袋です。今日はですね、ウィザーズ社さんに、アーリーアクセスのご招待いただいてね、手袋も、参加してきましたというところで、今、巷で話題になっているですね、新パックの、ヒデツグとカエリおよび爆発的得意性のこのヒデツグコンボと呼ばれるやつをですね、ちょっと試してきたので、実際どんな風な動きになるのかっていうのをね、実際のプレイ動画としてまとめましたので、こちらをご覧いただければと思います。それではどうぞ。変な反動。あれ、聞き時期入れたよな。いいステル確か。はい、あ、出てきた。ミスター、俺止まってきゃよかった。どうしよっか、あれ打ち消そっか。ごめん、打ち消すわ。ごめんね、ごめんね。やりたかったやろうけど、ごめんね、ごめんね。ここで死んでもらおうか。全然ヒデツグ来ないんだけど全然ヒデツグ来ない。ヒデツグ来た。ツグヒデが来たよ。ツグヒデが、はい、これ先に記憶の氾濫で、いや、でもやめた方がいいか。よし。は。まあ、いいか。ラブラスク。打ち消したことをちょっとかわいそうに思えてきた。3枚引いて裏にあるカードを2枚選ぶのが一番上に望む順番で置く。そうだよね。だから2枚ってことはこっちの方がいいじゃん。さあ来い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 来ない来ないじゃん。これある時じゃないとやっぱ出しちゃダメだね。死んだ時にデッキトップの印象だもんね。ダメじゃん。じゃあ難しいな。来い来い来いじゃねえよどうしよっか。順番はこの後決めるんだ。まあじゃあでもこの2つでしょ。この2つしかないじゃん。一番上一番下、うん、これでキッカーってさ、あったこれ。絶対爆発的得意性飛んでくると思うよ。
仕方するこれで。いや、違う。追放かな。追放ではない。別に唱えなくていいや。唱えなくていいと、そもそも唱えれないんか。ああ難しいな。あだから絶対にあれハンドに両方入ってこないとやっちゃダメですねっていう話か。気にしてくるじゃん。はい、ドロジャイになっちゃった。やめてよ。でもそれ3つ以上インストとないといけないから、それだいぶきついからね、それ。あ、奥ばせながらも。あ、そういうことか。来たぞ。こうして。ライブラリに置いてください。これと、これ。にして、順番は、こっちが上にして、で、これで、具体的に捧げて、こうして、こういうことだ。はい、さあ秀津がある、爆発的な曲線がある。これ最速、あ、聞き時期欲しいな、聞き時期欲しいな。聞き時期欲しいっすね、ちょっと。おでも違う、こいつ殺さないといけないから、それがね、すくすくの巣。殺す道具がねえっす。なんか出てきた。ターン出た時コントロールすべてのファイレクションは200を得る。はい。ああ、なるほど。ああ、ちょっと一旦遅いんじゃない？それ。ちょっと待って、出た時だっけ？ああ。いや、まあ、ここはちょっと我慢しよう。でも一発で決まるからね、これマジで。ワンパンで決まるから、ワンパン。痛いです。てか、あの全除去、全除、あの追放とかも使ってみたいんだよね。お化け、ヒデツグ1個。あー、もう聞き時期いっか。どうしよっか。まあでもこいつも、こいつは 3ドローできるからね。もういい。はい、ここで決めなきゃ負けるからっていうか。頑張る。めっちゃ来るじゃん君、超来るじゃん。だここで1マナ除去引きゃ終わりよ。1マナ除去引きゃ終わり。引いたわ。いかつ。
はいはいってやって、爆発的得意性上にして、これでもさあ死んでもらおうか。あの対象なんかどうでもいいよ。あ、当てる当てる、よかった。はい、さあクソゲーの始まりだ。クソゲー新時代の始まり。やばいなこれマジで。どん、いや関係ないやん、だってこれ決まったら。せっかく急に終わるからこれマジでやば。17点。なんか こいつを対策するためだけに1点ライフゲインしときたいみたいな。逆にこれ回復されたらこのコンボだいぶきついからね。そういう意味じゃ、あのライフゲインかなり必要なんじゃない。いやたまんねえなこれ、超気持ちいいんですけど。はい、いかがでしたでしょうか。まあ、あんな感じの動きになるっていうね。まあ、一番シンプルな形だと4ターン目大勝ち構えて、でそっから大勝ちエンド時唱えて6マナある状態で秀次出して、除去るっていうのが一番簡単なパターンかなと思います。なんか本当にこれ20点ライフ20点以内であれば本当に一撃でこれ終わらすことできるんで、まあ、そういう意味だとかなり、なんか普通にグリックスミットに入ったりとかして、なんか多様性がというかめっちゃ使われるんじゃないかなっていうような印象を受けました。はい、なので診断が発売したらね、あのこのデッキ多分めっちゃいきなり増えると思うんで、まあそういう対策をちょっと考えるべきなのかなというふうに思います。はい、ちょっとまだまだね、あのアーリーアクセスにのデッキというか、はい、アーリーアクセスでプレイした動画をこれからも上げていこうと思いますので、引き続きよろしくお願いいたしますと。はい、動画が面白かった方は、チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。